はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。続きまして、アルビオンラインやっていこうと思います。ちょっと元気出てきたわ。ちょっと、別のゲームで、放置狩りできるゲームで、ちょっと体を休めた結果、ちょっと元気が出てきたんで、アルビオンラインやろうと思います。よいしょ。よいしょ。まあ、ミストかな。ミストアビー、ギャザー。うん。最初のツールのレベル上げか。1時間半だったらそれぐらいがいいかな。夜、ほっとり、石を掘ったんだよね。石のレベルを上げようと思って。最終装備、ビルドで行ったんだけど、まあ、虚無だな。配信では流せねえわ。もう、ぼーっとしながら掘ってた。ギャサリンクしながら配信して、面白い話できる人すごい。マジですごいと思う。話すことがなくなるんだよな。掘ってるとき。まだミストとかアビーとか、PVP とかならさ、あ、来た。ねえ。あ、いいのが出たとかさ。あ、アビーがあったとか、そういうのが言えるけど、ギャサリング採取ってマジで虚無だから、話すことなくなるよな。ね、ちょっと本当は追跡に行きたいんだけど、1時間半しかないのと、あ、1人じゃちょっときついよな。あ、ジャキマンさん、あそこ行かんかな、追跡行かんかな。そしたら追跡来ていいけど。シリーズは。誰かね、追跡行く方いたら追跡行きますが、それまではギャザリングするか。預かり場、お、お、今なんだ、狼ライター、何これ、キムキムダイロ、どう、これなんや、あ、家に設置するやつかな。なんか変なの撮ったの。はい。なんか。黄色ミスト行くなら。欲しいし、ウィズピーピアだ。お、ギルドチャットが動いてても、これにして合わせれてないと、見えないのがちょっとあれだな。キューブ、おすすめの狩り場、おすすめのギャザリング場所。あ、ここだ。何をあげるにも出るんだ。かな、俺斧系があんま上がってないわ。カマは意外と上がってんだ。
近あの森が多いところ、こっちリムハ周辺に飛んで掘るか。じゃリムハの方行ってみるか。あんま行ったことないし、冒険も兼ねて。赤エリア通らなくても行けるよな。あ、タワゴジキしよう。おお、40秒。あれ、パワーポジキ失敗。あの民になってもいいんだな、正直な。結構そのわざわざよその町から遠征しに来て、特にあの制作する人たち、川が結構いるんだよな。だからこの付近で砂漠の国周辺で飼ってる人結構いるもんな。最近派閥行ってねえな。派閥行かないと。リムハ周辺に行こうか。上、上、上、上。で、なんかいいウィスプがあったら 入っちゃう感じで行くか。黄色、リムハの周辺の黄色エリアで、木を凝って、最終レベルを上げよう。ああ、装備持ってくればよかったか。木こり装備持ってないんだよな、俺。買ってくればよかったかも。まあ、チルハウルが、今使ってるチルハウルが、面白いんだけど、まだ、なんだかな、なんだよな。PVE も中途半端だし、PVP も中途半端なんだよな。どっちつかずになっちゃってる。チルハウル民は多分ね、PVP でも倒せるって言ってるからいけるんだろうけど、なんかわしの、あ、まだスキルが取ってないんだよな、その、これの、3かな ?W は3がいいとか聞いたから、これがまだ解放されてないから、凍結サージと。これを、解放できればもっと火力が上がるし、殲滅力も上がるんだろうな。よう考えたら、やっぱ動画で、自然の杖強いんだな。ドルイドの杖を、あれすればよかったかも。あ、あ、古事記、アマンスか。なんならレジェンダリーとか出てきてもいいんだぜ。今の最終レベルで赤エリア黒エリアに行っても取れないものが多すぎてガザリングの価値がねえんだよ。だから黄色エリアで頑張ってもう苦痛の時間を耐え忍んで上げるしかねえんだけど、それやっちゃうと地獄なんだよな。あ、木が多いとこと、これで木切っちゃうか。あ、これ斧持ってきた。一個しか持ってきてねえな。よし、斧持ってくればよかった。で、これの黄色、あ、ここも黄色やん。スピンドルウッド、
この辺で掘るか。危ない人いる？危ない人、行きたいゼロ。じゃあ、これで聞ころう。ああ。この辺、来たことあるけど、クマとかいなかったっけ？こういうの飼ってもいいよ、もう。待つ。白川のいいじゃん。白川のいいじゃん。待つ。これを、やみしもの。いやーでもなんか同じ考えの人いっぱいいそうだからな。エアのやつとかは取られてさ。まあでも意外と P 多いけど、あれかな、人気スポットやけん逆に取れないとかあんのかな。今日は木こり放送になりました。隣は？青か。じゃ上行こう。まずいけどしょうがないな。これを耐え忍ばないと。ギャザリングの未来がね。ギャザラーの、立派な俺はギャザラーになりてえ。なんだなんだこれ。そうか。釣りのレベルを結構上げたい。俺今釣りが一番レベル高いのかな。ティア6持ってるから。一番低いのが斧だから、斧をティア6ぐらいにしたいな。そしたらミスト行った時に掘れる木も、レアな木とかもあってもこれじゃレベルが足りませんって言われるから、悲しい思いをいつもして。だから、黒ミストに行く旨味がないんだよ。あんまり。PVP しねえし。だから、避けてきたけど、もうそろそろ、プレミアム代金を稼ぐには黒に行かなきゃいかんという。PVP しなくても、黒エリア、赤エリアに飛び込んで、レアの高いギャザリングをすることによって、ギャザリングでお金を稼ぐという道を模索せないかんのよな。だから、やっぱ、黒、若いうちの黒は しとけみたいな感じの格言があるけど、初心者のうちはギャザーをしろ。
PVP はいくらでもできる。まあ、しないけど。だから、プレイヤースキルがあって、PVP 上手い人はいいんだよな。ギャザリングしなくていいから。どっちの道で行くかって話なんだけど。あ、俺これ多分掘れねえわ、これ。俺が倒すから誰か、レアのやつを持っていきな。掘れないレアを、悲しい。悲しいな。誰か持っていきな。大出血だ。出血大サービス。こういうのが寂しいから、あげとかないかんのよな。ミストでよくあること。耐え、今を耐え忍んで、生きるために、木材を、あるんじゃ、わしは。で、いずれ赤エリア、黒エリアに行って、ガンカーどもが、はびこるエリアで、すました顔してギャザリングするのが夢だ。一級、A 級ギャザリ、ギャザラーに なりたいな。S 級、S 級やな。パントマイムに来たか。お、こんにちは、見習いさん。あれ？また戻った？パントマイムに。解放されたのでは。今日はアルビオンオンラインやっております。悲しいけど、ギャザリングやってるわ。よいしょ。そういや、見習いさん、ウィポどこまで行った？何年まで行った？これ2024年がね、ちょっと、あんまり買った人いないんだよな、俺の周りもそうだけど。配信見に行こうと思って見に行っても、なんか意外とやってる人少ないから、ちょっと情報がないんだよな。2024はどんぐらい変わったのかちょっとわかんねえ。もちろんそのね、新情報、新しいデータが入ってるから、2024年のやつが入ってるからさ、去年の2歳馬とか、今年のクラシック代、ジャンタルマンタルとか入ってると思うけど、買うべきなのか。パントマイム満ちたか。ああ、そっか。最近忙しすぎてまだ全く進んでない。忙しいよな。なんかね、やっぱ4月は忙しいんだな。俺も最近ちょっとね、忙しいっていうか。今までね、一つの車で二人一組で、まあ、送迎やってたんだけど、4月からね、二つの車で4人体制になったけん、ちょっと忙しいんだよな。で、慣れてないし、二人が新しく入ってきたから、慣れてないし、ミスもあるから、最近忙しいというか疲れる。多分どこの職場もそうだろうな。4月、まあね、新しく入ってきた人のその教育担当になったりとか、まあ別にそんなことはなくても環境が変わった人とかもいるだろうし、ね、新入社員の人もいるだろうし、中途で入ってね、職場環境が変わった人とか、同じ環境でも別の課に移動したとかもあるだろうかな。やれる範囲でやった方がいいよ。俺みたいに睡眠時間とか飯の時間も削ってゲームやるバカはね、ダメ。今日だけ昼とかちょっと疲れてたもんな。だから、もう今日はゲーム、昨日もちょっと疲れてゲームしねえわって言ったけど、結局したもんな。激しいゲームもまだしてないからいいんだよ、俺は。その、アクションとか FPS みたいな。どっちかというと、のんびりできるタイプ。MMO とか、シミュレーションとか、ローグライクとか、RPG とかばっかりいけんな。まだ、結構長時間できるようなゲームだけど。あ、ロール、ん？なんか音楽変わったぞ。これボス？いてててて。
やめてやめてね。音楽が変わってる。あのセブンデイズのセブンデイズなんちゃらムーンってやつはいつ来んだろうな。あれ待ってんだよな。またセブンデイズ一緒にやってたみんなでやりたいんだよな。ワンスヒューマンはねまだあのオープンベあのクローズドベータテストやってんだけど、面白いんだけどやっぱ一人は辛いな。やっぱ英語と戦わなきゃいけないから悲しくなる。なんか俺には仲間がいねえと思いながらソロでやみんなソロでやってるけど、パーティー欲しいよなセブンデイズ。グラガスみたいなやつめっちゃいるんだけど、お俺も掘れないんだよな俺は多分。あーギャザリングができねえなあ。ホールアウトって面白いの？この間俺がよく見る配信の者がフォールアウトやってたんだけど、ちょっとね、なんだかな、フォールアウト4持ってちょっとやったけど、なんか投げちゃったんだよな。で、この間Amazon プライムにフォールアウトのなんかドラマかな、わかんないけど海外ドラマみたいなのが、マルチの型かシングルかで変わると思う。変わる？ああそうなんだ。俺シングルでやったんだけど、マルチもできるのかフォールアウト。なんかね、面白かったんだよな、その、アマゾンプライムでやってた、ホールアウト。で、ホールアウト78が、アマゾンプライムでもらえたんだ。今ももらえるのかな、無料。やって、ちょっとやってみてもいいなって思ったんだよな、ホールアウト。78？ 何がいいのかな、ホールアウトやるんやったら。なんか固定ファンめっちゃついてんじゃん、ホールアウトって。だけど多分魅力はあるんだろうな。その俺は多分、フォールアウトの魅力が分かる前に投げちゃったから、あれだけど。あ、よしし。疲れてる時にでもできるゲームっていうのはありがたいよね。最近ちょっと怖い、ミステリー系のゲームもやるようになったのはね、やっぱああいうのは読むだけでいいからそんな疲れないんだよ。喉は痛くなるけど、でも俺好きだから、ああいう怖い系というか怖くないミステリーも好きだけど、なんか近代一少年の事件簿とかさ、名探偵コナンとかめっちゃ好きだったから、ああいう謎解き系、ああいう、もう自分が名探偵になりたくて、そういうゲームとか、推理小説とか一時期狂ったように読んだから、だからこう、謎を解き明かすあの感覚がいいよ。謎解きてーってなるもん。そんな頭良くないけど。逆に解けないと腹立たしいけどな。でも解けた時のあの、なんとも言えないね、あの感じが、たまらなくいいよな。さっき謎解き推理ゲーが好きなんだけど。任天堂スイッチに結構あるんだよな、謎解き系ゲーム。だから、試練6もあるし、ついにスイッチを買う時が来たのかなってちょっと最近思ってんだけど、今スイッチっていくらぐらいすんだっけ？うん、あれ、俺が子供とかいて、子供に、パパスイッチ買ってあげるよって感じで、だったら、ね、全然いいんだけど、独身のおっさんがスイッチ買ってやるって結構きついだろ。っていうのがある。パントマイ
とりあえずヒットはパソコンでサバを。マジか。マジか。ありがとう。ありがとう。じゃあギルド入れるなら入ろうよ。フレンド送ろうかな。名前なんてやつ。今裏で動かしてるから。とりあえず丸さん適当点ってでギルド申請しとったら後で。いや多分入れる勝手に。入っといて。2人目のギルドメンバーが出た。ずっと一人でやってたから。ありがてえありがてえ。嬉しい嬉しい。なんと放置狩りができますこのゲーム。今裏で動かしてるから。ギャザリングしながら時々様子を見に行ってる。パントマイムにしたか、見習い候補生だよ。あ、オッケーオッケー、了解です。あ、入った、もしかして。まだそこまで行ってないのかな、もしかしたら。まあ、チュートリアルも操作内容を今やってるのかな。パントマイムにしたか、オッケー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 。多分俺もまだチュートなの。どこまでがチュートリアルかもよく分かってないけどな。ちなみになんで始めた？プラスは。ああ、見習いさん、あのね、チョップの、あの、スペシャルってとこに、指輪が売ってんだよな。いい。で、その腕はめっちゃ強いから、アーチャー、いいね。アーチャー一番いいらしいよ。チョップのスペシャルってとこで、30万ゴールドで買える指輪が2つあるんだよ。これ早めに買った方がいいよ。めっちゃ強い。これ今日気づいたから。それはまず買うべき。多分お金あるっしょ。最初に何百万かあるはずだから。それを買いましょう。で、ガチャチケットもらったと思うから、もう早めにガチャをどんどん回して、そのクラスとかペットを出して、つけちゃおう。まだペットのチュートリアルとか終わってないから。終わってからじゃないとできないかも。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。仲間ができた。もうな、仕事行くのもさ、俺、行けたまんま行ってるもんな、最近。昨日、一昨日。今の MM は放置狩りができるのか。なんなら、このパソコン落としても、なんだ、放置モードみたいなのがあって、あってくれるんだよ。で、インしたら、これだけ借りました、みたいな。経験値も、ゲットみたいな。あるんだって。でも、それだと、これ、さっき試したんだけど、一回ゲームをログアウトしちゃうと、パーティー、合体させられるんだよね。だから、パーティー入ってると、経験値とか、ゴールドのバフがかかるんだけど、だから、なるべくなら、つけたまんまでやった方がいいんだけど、まあ、電気代とかを考えると、パーティー抜けて、ソロで放置モードにした方がいいかな。俺も、どっちにしようかちょっと迷ってるんだよね。パーティー入れてもらったから、バフが入るけん、なんか、放置狩りパーティー募集みたいなのがあるんだよ。それに入れてもらったから、せっかくやけん、落とさないでこのまま放置していこうかなと思ってんだよ。電気代がやばいか。九州ね、意外と電気代そんな高くないんだぜ。その、一時期さ、コロナのせいかなんかでさ、関東周辺の電気代がえらい爆上がりしたじゃん。なんか知らんけど、九州は全然上がってないんだよ。ちょっと上がったけど、言うほど。唯一、電気代ぐらいか。九州でよかったって思ったの。なんでなんだろうな。通り。あ、これあげれるか。これは、あげなくていい。達人の方、あげないと。
か、2時。アルビオンラインをやってるね、みんなも。俺はアルビオンラインの方が面白いとまだ思ってるけど。あの、4月17日に始まったね、ヒット・ザ・ワールドっていう MMO が、ネクソンから出たやつがあるんだけど、あの、興味がある方は、あの、同じサバで遊んでる方いたらね、一緒にやりましょう。マルハン、ギルド名はマルハン、敵当店って名前でやってるから。育たネームやけど。今一人しかいないから。ぼっちギルドだけ。寂しすぎる。なんか他のギルドの名前かっこいいんだよな。なんか、かっこよかったり、かわいかったりするんだけど、ピヨピヨ団とか、なんとか、その、ちょい名前とかなんだけど、俺だけ浮いてんだよな。マルハンって書いてるから。マルハンとかもう10年ぐらい行ってないんだけど。10年は言い過ぎだな。ごめん。これは持ったわ。6年ぐらい行ってないから。最近の6号機がマジでわからんけん。久しぶり打ちたいんだけどな。まあ、俺が多分あんまりゲームしなくなったら、多分、あ、パチスロ行ってるなって思ってもらっていい。パチスロに行ってるときはゲームしなくなるから。ゲームにハマってるときはパチスロしなくなるから。どっちかなんだよな。ゲームやってる時には絶対パチスロはやらないんだよな。なんでか知んねえけど。あれなんでな？パチンコパチスロってやっぱ目が疲れるけん。もう、ゲームしたくなくなるんだろうな。だから、20代前半とか10代の頃は、大学も行ってバイトもしてゲームもしてパチンコも打ちに行ったけど、今無理だな。そんな生活なんだ。徹夜とかもできたからな。よいしょ。まあ徹夜とか徹夜麻雀とか、この間な、さ、あの正月の時に久しぶりに、あの地元に帰ってきた友達とさ、一緒に昔みたいに、鉄前やろうぜって言われたから、雀荘に行ってさ、やったんだけど、まあ次の日、体調が悪くなったね、なんか。鉄前ってこんな体力いるんだ、みたいな。なんか、甲状失神みたいなのができた。なんか疲労したら、ジンマシンが出てくんだよな、なんか。鉄前とかしたらジンマシンできるんだよ。タバコ吸わんから、仲間がね、結構、タバコ吸う人がいてさ、タバコ吸う、煙を吸うじゃない。それで、疲労してる時とか、徹夜とかすると疲れるから、まあ、ジンマシン、疲労があるラインを超えるとね、ジンマシンができちゃうんだよ。ちょっと最近、疲れてるからな。環境がちょっと変わっちゃったから。新しく帰った子はね、めっちゃみんな礼儀正しくて一生懸命でいい子ばっかりなんだけど、俺のその陶芸のその役所に雇われてる形でやってるんだけど、その担当の人が変わったんよな。上の人になるのかな。管理、俺らを管理する公務員の方がね、国家公務員の方のが変わったんだよ。今まではちゃんと仕事できる人だったんだよ。なんかちょっといい加減でさ、なんかひっちゃかめっちゃか、すぐなんかなくしたとかさ、情報、ほうれん草ができてないんだよな。
で、だけん、なんだろう、俺は無能だと思ってるけど、多分、調子がいいから、なんだろうな。なんかあんまり好きじゃないし、無能やけん。昨日もそれで何回も呼び出しかかってさ。客のファイル、その、送り迎えする人の今日は、ここに来てくださいとか、そういうファイル、パソコンに入ってるやつを、ファイル化して、その、車に載せとくんだけど、で、そのファイル見て、あ、今日はこの人なんだって言って、住所とか、見て行くんだけど、それをなんか、俺が終わって、その、次の、シフトの人に渡すときに、そいつはどっか持ってったんだよな。なんか電話番号かなんか住所か知んねえけど、そのファイルでなんか確認することがあったらしくて、持ってって、で、それを元に戻さずに、車の中から出したのにもかかわらず、で、どっかやって、その、ごめん、電話かかってきた。やべ、今話してたやつから電話かかってきた。やべ、かかってきた。またなんか、俺はどうなってるんだみたいなこと言って、ちゃんと置いてますやってますよって、ちゃんと確認してくださいって言ったわ。マジで買えねえわ。まあ、なくしたんだよな、そのファイルをなくしたっていうか、どっか持ってって戻してないから、引き継ぎの人が俺のとこに電話してきて、なんか、ないんですけど、どういうことですかって言われたっけ、いや、ちゃんと直したっけん。そこにないなら誰かが持ってったから、ちょっと上のその人に聞いてみて、みたいに言ったんだけど、そいつも、なんか、まあなんかまだ、4月から、ね、本格的に入った子やっけん、そんなに、あれが容量がわかんなかったかなんか知んねえけど、だけど俺が電話したんだけど、その人が、飯行ってるかなんか知んねえけどさ、電話出なくてさ、でもう、もう、迎えに行かなきゃいけない時間なのに、そのファイルがないから、わざわざそのパソコン立ち上げて、その、まあ俺らがパソコン、ね、その人がしなきゃいけないんだけど、俺は勝手にさ、もうしたんだよな、そのパソコン、場所知ってたから。で、もう一回プリントアウトして、今日のやつ分を出して、で、その人に渡して、で、また帰ったんだけどさ。ごめんごめんって謝った。これだけやったけど、マジ、こいつマジなんなんと思ったけど。ねえ。で、今もまたなんかそういう感じで、ちょっとしたミスが多いっていうか、確認ができてないんだよな。当たり前のことをやってほしいわ。で、それでわざわざ、その、なあなあにしてさ、その自分のミスでさ、その、早めに、その出勤してくれみたいに言うのが、言う神経が信じられん。それはミスするけんね、それはしょうがないんだけど、なんだろう。その、仕事以外の時にも景気でさ、携帯電話してきてさ、これは、なんとかさ、その今までなかったのになんか、そいつのせいに振り回されてんだよな。配信中とかにも結構電話買ってくるようになったから、この間なんかもう、それで早く出ろ、早く出ろ。電話かけてくるし、もう、ゲームやってる場合じゃなかったから配信切ってさ、パッて行ったんだけど。俺はいろいろ理由づけて、多分何が一番切れたかっていう、腹が立ってるっていう、多分配信邪魔され、ゲームやってるのを邪魔された件起こってるのかもしれん。それは悪い。それはまずいか。でも普通そうじゃね？自分の時間になってんだぜ。それで、その、俺がなくしたみたいな感じで言われたから、あっと思ってさ、そんな、ただ、ファイルをちょっとその、いつものとこに置くだけで済む話なのに、こんな、それを、ね、俺が忘れるわけがないのに、ちゃんと置いたし、思って言ってんのにさ、いや、ないですって言ってから、確認、上の人に確認していて、まあ、確認できない、その新人もいかんけど、
それを持ってって元に戻さずにそのまま飯に行って、しかも携帯に出なくて、で俺を呼びつけるっていうのがマジ意味がわからんと思った。ちょっと愚痴になっちゃったけど、で今日もまた今そんなそういう感じの電話がかかってきたね。ちょっとなんかほうれん草がうまくいってね、無能すぎる。みんなも多分そういう仕事先で会わないやつとかいるだろうけど、陰口を叩くのはいいけど、それを実際言葉に出すとさ、やっぱどういうこと、どういうこと、え、変なやつに巻き込まれた、なんかパーティー誘ってきた、なんだ変なやつに絡まれた。リアルの話なのか、それともゲームの話なのか。多分ゲーム、その話ぶりから言ってゲームだな。パントマイムに来たか、変異したウンタラみたいな人が来た。ああ、なるほどなるほど。それね、うまいよ。で、いっぱいプレイヤーも来ただろう、多分。だから時々起こるんだよ、そういう。変異したなんちゃらこうちゃらみたいな。で、ちょっとボスが出てくる。ボスも出てくるよ。で、今日、なんか赤地のやつが強いやつ。強化されたやつ。で、結構なんか、レアなアイテムを落とすらしい。あんまよくわかってないけど。で、結構、サバ中の人がそこに集まるから、多分上手いんだと思う。パントマイム見たか。ピョピョタンいっぱいいる？やばい。お、第五、あれだな、大規模ギルドが来たか。ピョピョ団の人は多分 YouTuber かなんかだと思う。あ、ビスプめっちゃある。あれ、なんかくらっ、あーこれクマの能力。まだギルドのチュートリアル始まらんか。今なんちゃら川とかじゃない、もしかして。アムール川みたいな名前のとこじゃね。あ、森か。とりあえず最初の町に行かないとな、多分。そこで雑貨屋とかでポーションを たくさん買った方がいいよ。すぐポーションいるようになるから。今は多分ポーションなくても枯れると思うから、なんか分からんことあったら言ってな。答えれる範囲で全部答えるから。俺が分かる範囲で。パントマイム満ちたか、ズークの あれだろ、青いやつだろ、それ参加したけんだよ、ボス攻撃しただろ、変異なんちゃらを。だけどそれでもらえたんだよ、よかったよ。何に使うか分かんねえけど、多分レアな装備か防具かを作るとき、まあ、また強化するときになんか使うらしいよ、多分。それをなんかみんなチャットに出るんだよな、そのどこどこエリアで変異したなんとかが出現しましたみたいな。そしたらそれ聞いてみんなテレポートしてくるから、そこの。だけど多分、なんちゃらのスクロールを多分みんな欲しがってんだよ。あとなんか、他にもアイテムもらわんかった。なんとか。だからショップで買い物するためになんか必要なやつとかもなんかもらえるっぽいから。集める、だけど、なるべく、そうそう、証。それも集めとった方がいいらしい。まあもう課金、まあ俺は課金するつもりないけど、別に無理して課金しない方がいいと思う。続けるかわかんねえし、ハマったらね課金してもいいけどな。結構お高いよそれ、課金見たけど。もう今円安のせいかなんか知んねえけど全部高いよ。
やべ、火もらった。あ、2時13分。あと1時間。喋りながらギャザリングは面白いな。やっぱね、コメントあると助かるわ。喋りながら対処ができる。ありがてー。まあ、見てくれるだけでも嬉しいけど。ヒットザワールドまだね、あんまね、コメントしてくれないんだよな。やってる人が少ない件かもしんないけど。アルビオンオンラインで来てくれる人とか、この、ねえ、見習いさんみたいな前の、他のゲームで知り合った方とかがコメントしてくれるだけであって、やっぱ、別の新しいゲームとかだとなかなか難しいのかもな。このゲームが新しい件かもしれない。あ、じゃあ、見習いさん来たなら、パーティー組む？二人でも、パーティー組んでてもいいけど、バフが入るんだよな。4人までパーティー組めて、4人になると、10% 経験値とゴールド獲得バフが入る。だから、野良で、俺は今パーティー入ってるけど、見習いさんが、あのギルドに入ってくれてまだやるならパーティー組んでもいいし。おっ、クマいる。紫のクマのスキルなんだ、めちゃめちゃ痛え。痛えっていうか、なんかなんだこれ、遅くなってんのか動き。おっおっ、砂漠にはクマいなかったから新鮮だな。あのダチョウかシカだもんな。じゃん、行くか。3時までやろうと思ったけど、さっきまた電話でこのバカの無能のやつが早く来てって言ったから行ってこうかな。行けるか分からんすけどねって言ったけど、こんな急に言われてもって言っったけど、昨日までは黙ってたけど、2日連続そんなね早く来いとか言われるとさ、こっちもカチンと来るんだよな。俺がなんかミスしでかして呼びつけるなら話は分かんだけど、そいつのなんかの注意かなんかでさ、でなんで俺がその出勤時間を早めなきゃいけないのって思うんだよな。1回ならいいよ、そりゃミス、誰だってミスはあるから。2連続とかもう終わってるだろ。あ、前の人に戻ってほしいわ。嫌 やなマジで。しょうがないけどね、まあ、そうやってみんなそうだよな、嫌な人と付き合ってるからな。やっぱね、それを面と向かって言っちゃうと一線超えるとな、良くないから、こうやって愚痴るぐらいで、配信で愚痴ったで良くないよな、発散しねえとな。アルビオンパーチ、ごめん、魚影見ちゃうと出てしまう。これは釣り師として
キャンセルされたんだが。これ釣りやってる時に、時々キャンセル起こるよ。やべ。ああ。邪魔しないでよ。いろいろあるよな、なんか。人殺し。名前物騒すぎだろ。俺 PVP は嫌いだけど、嫌いっていうかあんま好きじゃないんだけど、そのソロはね、あのギルド戦とか好きなんだよな。なぜなら人を攻撃せずにも役割があるから、ヒーラーとかできるから好きなんだよな、昔から。だからヒーラー、あえてこれではいきなりヒーラーに行ったけど、そのヒットザワールドの方はあえて杖、キャリー枠にやってみた。ソロがなんか良さそうだったと思う。行って、でも指が一番なんか強いらしい今んとこ。 PVP、PVE ともに。で次が杖、次が宝珠、ヒーラーの武器かな。アルビオンラインも多分あるじゃん。多分ティア。ティアランキングみたいなのが多分あると思うんだ。PVP 用、PVE 用みたいな。どのゲームでもそういうのがあるんだろうな。ティアが。おすすめ。よくまとめサイトとかがあるじゃん。その、ゲームのさ、その、新しいゲームとかですぐ立ち上げて、ゲームウィズだっけ？作ってんじゃん。あっさい。なんか、あっさい情報載せてさ。なんか検索で一番最初に出てくんだよな。そういうのはちゃんとしてるからさ。あれやめてほしいよね。ちゃんと、ね、もっと真摯にずっと、その、ね、情報を、上げてくれるサイトをさ、上にしてほしいよな。量産型の情報をさ、その、大手のゲーム攻略サイトみたいなとこが上げてんの、なんか嫌だわ。あれが一番検索に来るんじゃん。で、ちょっと、人が来たらもう、やめるじゃん。更新途絶えて、なんか、全然載ってる情報は、もう浅い、もう初期の方 の情報しか載ってねえのに、未だにその、アルビオンオンラインって検索したら、そのサイトが出てきたりするんじゃん。やっぱりさ、アルビオンオンラインさ、情報が少ねえんだよな、結構。ビルドとか検索すると、YouTube の動画の方が先に出てくるからな。あんまり、ブログとかで紹介してる人が、あ、お前、俺がそれやりたかったのに、取られたわ。まあいいけど。横取りされた。先にね、モンスターを倒さないと、やれないかなと思ったけど、あいつにちゃっかり持ってかれたわ。あいつちゃっかりだな。まあ、黄色ミストは今日も平和です。アビー行きたいな、最後にな。よいしょ。まあ、ちょっと早いけど。このミスト終わったら終わろうかな。見習いさん、ちゃんと、なんか、俺がギルド入った時になんか、やることがあったら俺ちゃんとやっとくから。申請出したらもう入れるんじゃないかな。だから俺、自分ギルド作ったことしかないけん、入ったことがないけん。ファントマイム道高、うん、ありがとう。送っとって。
うん、多分勝手に入れると思う。うん、オッケーオッケー、よろしくね。多分インしてたとしても俺中身多分いないからってこと言ってると思うから、多分返事できないと思う。行って、やべ死ぬ、危ねえ。お、エイジ。あ、でも上げても。しょうがねえ。こっちは上げたい。あれか、弱体化したリスかなんかを運んでるのかな。いや、キャンプか、あの地形は。身動きもしねえ、こういうヘンプで俺は狩るぞ。リスク探してるな。やっぱよくそのこの間もなんかニュースで、栃木かなんかのあの、なんだっけ、麻袋をかぶせられて、二人燃やされてた事件が最近、あのニュースとかであるけどさ、お化けとか妖怪とか、ホラーとかそういう怖さよりもやっぱ人間の怖さの方が怖いじゃん。あれ、あの事件もさ、その普通、ねえ、素人が殺しとかやったら隠すやん。そのわざわざその土手だっけ、瓦のなんかにさ機体を置いてさ、そんなこと絶対しねえじゃん。プロの犯行やん、絶対。もう死体見つかっても大丈夫ぐらい思ってんじゃん。あれなんか怖いよ。なんかそういう話聞くと怖い、人間の怖さの方が勝つよなって思う。そういう被害者とかにはか、ね、かわいそうだと思うけど、なんか俺そういうニュースとか、過去のなんちゃら重大事件とかさ、そういうの見るの好きなんだよな、動画とかで。謹慎かもしんねえけど。なんかそれで、そういう系の動画をさ、この間見てたら、あの、昔、ニコニコ生放送ってあったじゃん。流行ってたじゃん。あの時に、その、なんか、見出しがね、ニコ生の、ニコニコ生放送の有名配信者が死体で見つかるみたいなの、なんかタイトルがあったから見たんだけど、ニコ生でユイガさんって方がいたのかな？アウトロー配信者かなんかで。で、俺はちょっとご存知なかったんだけど、その人。うなちゃんマンとか知ってたんだけど、その人となんか関わりが、あって、みたいな。で、なんか、去年か、一昨年か、あ、去年、なんか、河原かどっかで、その、なんて言うんだ、あの、アタッシュケースみたいなのに、ポンって置いてあって、その中に、なんか、
死体が詰められてたらしい。アタッシュケースじゃねえな。これは旅行カバーみたいなやつかな。だから、ひでえ話だと思って。怖いよ。あ、盗んだ。やられたことはやり返す。倍返した。多分さっきのやつだろ、あれ。なんか、揉めたらしいよ。その配信者と、サポートしてた人なんかよくわかんないけど。揉めたとかなんかよくわかんないけど。本当かどうかわかんないけど。よくさ、配信してる人とか、まあ、配信者じゃなくても。あ、入った？ありがとう。もうそこまで上がったのか。すごいな。ちゃんと見とくわ。ありがとうね。なんかバフとかも、寄付ギルドに寄付したらなんかアイテムもらえたり、なんかギルドのレベルが上がったらバフとか作れるようになるらしいけん。なんか意見があったら、これつけてとかあったら教えて。俺も調べてみるけど。まだ二人だけんな。増やしていこう。レアちゃん、アルビオンラインの方のギルドがあんまり最近動いてないからちょっと寂しいな。また週末なんかみんなでどっか狩りに行ったりすればな、モチベも上がるんだけど。俺はそれに備えてギャザリングしとこう。よし、対象指定スキルやけん。あ、対象指定スキルじゃないけん。なんか、当て感がないと、ダメージ出ねえな。ライズ？いや、ライズは違えな。誰だ？ロールで言ったら。最近してないから、そのアルビオンラインはちょっとな、放置狩りがないけん無理だけど、ロールしながらできるよな。そのヒットザワールド、なんとヒットザワールド放置ロールしながらできます。ただ放置狩りが見てるのが面白くねえんだよな。ながらゲームにはいい。だけん、この点は人も多いし、アルビオンオンラインの方が全然面白い。よし。やべやべ。終わりますか。あ、かま。おちゃん、こう。あ。クールダウン中。まずい。痛い。やべ。こいつは入れちゃったな。死ぬぞ俺これ。シェルハウルの動きができてないっぽい。
今日のお昼の放送は終わります。また夜アルビオンするかわかんねえけど、もしかしたら疲労困憊でやらんかもしんねえけど。終わりますか。じゃあお疲れ様です。あ、すき焼きマンさんごめん、終わっちゃうわ、ごめんな。すき焼きマンさんがいたらな、追跡いかんって誘うとこだったんだけど。お疲れ様です。追跡生きてえな、どっかでな。今日もギャザリングして終わったけど。じゃあお疲れ様です、ごめんな、すき焼きマンさん。